今ですね、オーストリアのウィーンにいます。でウィーンの、ハプスブルク家の、宮殿、シェンブルン宮殿にいます。でシェンブルン宮殿、ハプスブルク家というのは、もともとスイスの少領主だったんですけど、ただ中世以降、半島を広げてですね、オーストリアのこのウィーンの大きな旧市街、市街の方にあるんですけどね。でここが宮殿です。でここを拠点にして、650年間ですね、拠点にしてですね、半島を広げて、ヨーロッパに歯を唱えた家柄です。名家ですね。でただ、第一次世界大戦始まるときですね、オーストリアの皇太子がサラエボで、セルビア人の、青年に、暗殺された事件があったので、それを、きっかけとしてですね、第一次世界大戦が起こりました。で第一次世界大戦でドイツ、オーストリア、連合してですね、枢軸国家として戦ったんですけどね、連合国家で負けてしまってですね、その後、家柄はまあ、まだ多分いるとは思うんですけどね、答えてしまって、一応、退いた感じになります、これからですね、この宮殿を行こうと思ってます。で6年半前、本日は2012年の 6月の30日ですけど、6年半前の2006年の1月の23から27日もね、ここに滞在したんですけど、この時にまた行ったんですけど、この時は冬だったので、この辺り雪が降ってたんですけど、まあ、今回はすごく暑いです。30度超えてます。35度ぐらいあるんじゃないかなというくらいの気候です。かなり汗ばんでます。で中入るとね、いろんな調度品ね、やっぱり名家だけあってね、だからすごいですね、いろんなものを収集して集めてます。かなりね、貴重な品、高価な品がいっぱいあります。でこっちが入り口の方、ここから入ってきます。さすがに、ね、やっぱり観光客多いですね。冬でも結構いるんですけど、冬のがまあもちろん少ないですけど、夏はまあ時期がいいんでね、かなりの観光客がいます。本日金曜日ですけどね、これ7月8月なんてもっとすごいです。逆にもう入れないんじゃないかなっていうね、並ばないといけないぐらいに、ね、なってくるかもしれないです。